モーブレーチャンネルをご覧の皆様こんにちは。こんにちは、テクニカルアドバイザーのはかりどんです。ブリフター氏のニータです。今回は、さっきの、はい、こうトーク編から続き、そうですね、技術、はい、まあ、道具をこう使いこなす技術みたいなところに、ね、フォーカスして、こう何をこう考えて、はい、どういったこう技術でコントロールしているのかっていうのを、うん、聞いてみたくて、はい、いや本当に話しながらもどうしてもこう手が動きそうになる見せた方が早いみたいなちょっとなっちゃうんですけど、そうですね、すげえそこら辺こう細かく見ていきたいんでまあ一旦なんか、はい、こう大会のそのコンディショニングからこう仕上げまで、うん、表面の仕上げまで、はい、ちょっとこう一通りやりつつ、うん、ちょっと途中止めたりとか解説してもらいながら、わかりました、はい、なんかこうどんなことを意図してやってるのかっていうのを聞かせてもらえたらすげえ、はい、はい、嬉しいです。わかりました。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速やってきますね。ちなみに使ったアイテムをちょっと一通り置いてるんですけど、映ってるのかな、このコンディショニング、最初ライニングにはモーブレさんのデリケートリッチデリケートクリームですね使って、でクリーナーはワックスクリーナー使ってます。で乳化性のクリーム、まあ、こう油性のクリームですね、栄養を入れるクリームはサフィールさん使ってます。で光沢を出すためのワックスはハイシャインプライマー、ブラック、黒い靴の場合はブラックですね。ブラウン系は無色でやって、あとはサフィールのミラーグロスとエクセレントワックス、ライオンさんのもの、このあたり結構シンプルにしてます、構成も。これも迷いを生まないためですね。これはその2週間の、はい、そうですね、中でこう選び抜いたやつな、はい、そうですね、やっぱまあ多すぎても少なすぎても難しいところなんですけど、まあ本当にピンポイントで削ぎ落とした結果、必要、本当に必要なのはこれだなってなったやつですね。なるほど、はい、すごい。じゃあちょっとやっていきます。最初はコンディショニングデリケートクリームですね、これを内側に塗っていきます。結構やっぱり本番ってとにかくその20分っていう時間、普段の靴磨きからするとめちゃめちゃ短いんで、時間、普段よりもやっぱ素早くなおかつ効率よくできるっていうのを前提に、こう指の動かし方とか塗り方って考えて準備してるんですけど、これもやっぱりかかと履き口周りから入るっていうのも、これも決めてますね、順番、はい、どう違うんですか、こうバンプの部分から、こっちから先に行くと、あ、まあ言ってもいいんですけどね、僕はこう自分の中でそう決めて、もうこのなんか動きに迷いがないというか、そういう状態にするためにも、まあこの靴の位置としても、そっか、そうですね、手の動きとかで、かかと側行って、そうです、かかと、へえ、でこのタングラを一回触ってから、うんうん、このバンプの、はい、履き締まりっていう、もうピチピチにトレースしまくってんぞ、ね、そうってやってましたね。すごい、まあ、こうやっててますから、ね、中の、ね、この辺は指、足入らないんで、うん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 、ここら辺はやってないですね、はい、まあ、芯も入ってて、そうですね、特にこう柔らかくする必要もない場所でもあるし、そうなんですよ、なのでこれをやって、でシューツリーをこのタイミングで入れますね。ちょっと本番はスポンジのシューツリーを使ってたんで、うんうんうん、ここでこう少し揉み込む、入れて揉めたんですね。そうですね、こういった工程が入りますね。揉んでアクション効かせて柔らかくするっていう、そうですね、まあ、この時に僕は結構革質とかも同時に触診して、うん、なるほど、まあ、磨くのにどうしていったらいいかなっていうのはちょっと
なんていうでしょう、考えてるっていうか。触診でどういう情報を拾うんですか、その毛穴の広さ、深さとか、なんかオイル感とかそういう感じですか。あ、でもそうですね、うん、一番はそこです。で、あの、パッと見の見た皮でもある程度分かるように研究に詰めばなってくるんですけど、個体差ですね。こっちとこっちがどっち荒いとか。ああ、なるほど、はい、なるほど、はい、ここはまあ一応事前に多少触れるんでそこでも見てるんですけど、まあ普段の磨きもそうですけど、この辺で場所ごとのちょっとした違いは感じてます。なるほど、ここ怪しいなってとこ。あ、そうです、そうです、一応。いや、やっぱりだそうです、なるんでそこはちょっと多めに塗ろうとか丁寧にやろうとかはなったりしますね。すごいっすね、すごい、そこまで情報を拾えるんですね。ただ柔らかくするんじゃないですね、意外と。そうすごい、しながらあの違うこともやってます、ね、へー、面白い。なるほど、なるほど。で、クリーナーです。で、ワックスクリーナーを。なるほど。ちょっと本番の状態に近づけるためにある程度こう綺麗にした状態の靴を用意してるんですけど、まあこれワックスクリーナーをあえてこのタイミングで、あの、結構しっかり使うんですね。あ、そうですね。で、3回ぐらいに分けて、両サイドで前、うん、って感じで分けてますね。それはこう2回か3回かっていうのはその靴によって分けるみたいな感じなんですか。若干変わるんですけど、でも大体の靴がこれでいけますね。まあもともとこう汚れてるわけじゃないので、うんうんうん、こう革のコンディションを整えたり、あとはまあ一応大会の趣旨としてもこう靴磨きはこういう工程で、あの、磨いていくっていうところもお見せするのにコンディショニングがあるんですけど、この形とかパターン取りで分けるってなると時間かかるんですよ。なるほど。あくまでこう短縮、なるべく効率よくっていうのがこの工程ごとのすごい肝なんで、なんとなくやってる感じゃなくてちゃんと全体にクリーナー効かせてる塗り方は丁寧にするんですね。そうですね、効かせながらも効率いいって考えた時に、かかともこの面じゃなくてここまであるんで、ここで半分っていう、こう、もう半分でここの前みたいな感じで、これクリーム塗る時も一緒なんですけど、自分の中ではそれが一番スムーズにいくなっていう、なるほど、いう感じになったんで3回に分けて、もう 理想はうまくいけば 2回に分けますね。このハトメここで分けて、うん、揮発性高いから難しそうですね。あ、そうなんですよね、うん、あとクリームもやっぱりデリケートクリームぐらいサラサラいくやつだったら、うん、1回取ったのをここからここまでいけるんですけど、さすがに伸びきらないんで。あ、だからといって伸びきるようにつけすぎると、あ、そうです、そうです、後で悪さしてくるし、そうですよね、多いんで。で、あとこの立体なんで靴って、面を磨くにはこう向きを変えずにずっとやれるんですけど、はいはい、こっちに行くってなるとぐるっと回したりする動作が生まれるじゃないですか。それをなるべく減らすためにここで切ってるんですよね、僕の中で。ここまででこう止めれるんで、ここの動きでいける。だかかとを磨くとかってやる人だと、こういったとこうしたりしないといけないんで、一箇所って捉え方をこう取ったのはそういう理由ですね。すごいですね。この方がこの辺まで、この辺まで。すごい。この時点でやばいですね。なるほど。そうなんですよ。で、大体ここぐらいまででも大丈夫ですね、実際。うんうん、前はこう行くんで。はい、で、真ん中ら辺からスタートして。あ、なるほど。こう行き渡らせていくと、こう短縮して少ないタッチ数でやりながらも結構全体ちゃんと行き渡るようにもできるんで、こうやってやるとまあ少しこう
重なる部分もあって塗り残しみたいなのはあんまないですね。うん、ちゃんと塗れてそうです、ね、すごいな。真ん中から この辺から始めてこう、かかと側から始めるとやっぱさすがに前まで持っていけないんで、あこれは多分大会用のやつを見返してもらってもこういう感じで僕は乗せてるはずです。この辺も結構だいたいこの汚れ落としからクリーム入れ、うん、大体2分半とか3分ぐらいで終わるようにやってましたね。うん、練習も2分半が3分以下みたいな感じなんですか？そうですね。うーん、たまに戸惑うとあの3分過ぎたりするんで、そうすると結構後々の1分すごいこの後の工程説明する上でも結構大きいんで、いや1分残しあの大事ですね。でブラッシング、ブラッシングというか、まあ、使うブラシは僕らあの江戸屋さんのオリジナルのブリスタッシュオリジナルのブラシがあるので、うん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 、それを選んで使ってますね。豚ですか？これが、はい、豚毛のブラシですね。それで言うとあれですね、最初のちょっと上毛の工程を、うん、あの飛ばして僕は中のクリームからいっちゃいましたけど、ね、ああデリケートクリームの前に一回ほこり落としてっていう、そうですね、はい、いうのが大会だと入りますね、うんうん、なんで馬毛と豚毛とで仕上げ用のブラシと3種類用意してます。なるほど。ちょっと話しながらなんで、いつ本番よりちょっとだけブラッシングの回数が多いんですけど、うんうん、気持ちいいや油が残ってる感じなんですか？もう結構これって取り切っちゃう、伸ばし切っちゃうイメージが、伸ばし切るイメージ。なるほど。ここで僕はしっかり伸ばすって感覚になりますね。で、空拭きです。あー、空拭きするんですか？はい。これ何のために空拭きしてる？何を？この空拭きで、うん、ちょっと僕は、うん、あのクリームに含まれてるロー分を逆にこう一層目としてちょっと固めてる感じなんですよ。あ、やっぱ固めなんですね。そうですね。うーん、まあ、拭き取りながらもあるんですけど、うんうんうん、少し圧力を入れて、うんうんうん、こう固めてツヤが出るような拭き取り方にしてますね。余計な油分取ってぐらつきを抑えて固めつつ毛穴の方に一層入れるみたいな。そうですね、ちょっとこうクッと押しながら空拭きしてます。なるほど、はい、まあ、これだけでもだいぶいい感じ、うん、一層仕込めた感じがありますね。そうです、その感覚でやってますね。なるほど。そしたらここから鏡面仕上げですね。だいたいここで残り16分30秒とかなってると結構理想的ですね。蓋はもう開いてるのか。蓋はそうですね、確かに本番は開いてるんですけど、あ、空拭き、そっかそっか、空拭きで、そっか、30秒ぐらい。そうですね。と使って、いや結構固め工程でもあるから、はい、結構空拭き大事ですよね。空拭きは大事ですね。特につま先かかととかも念入りなんですか？あ、いや、でも同じぐらいの圧力でやってます。あ、全体。はい。なるほど。まあ、むしろバンプの方が押し込む感覚が強いですね。ここのツヤを僕は意識してます。なるほど。クリームでしっかり出すの。なるほど、なるほど。で、まあ次の工程にも あるんですけど、ワックスクリーナーで融解するので、うん、多分ここら辺しっかりやりすぎても、うん、なくなっちゃうんですよ。ああ、なるほど、はい。なるほど、なるほど、なるほど。なので、ちょっとやったことが、巻き戻っちゃうんで。なるほど、なるほど。むしろここはあんま抜いてもいいぐらいですね、うんうん、少し。なるほど、なるほど。時間を短縮する方が。そういうことか。はい。で、ワックスクリーナーを2滴タレ、秘伝のタレですね、はい、これが。
そうです。やっぱこれ実際やってみせてとか何をやってたのっていうのはすごい聞かれますね。聞かれるんですよ。聞かれますね。すごい。でちょっとこう全体に端から端までくるるってやって馴染ませる感じなんですね。そうです。液だまり作らない感じなんですね。あ、そうなんですよ。作んない方がよくて、でこれまだ液だまりあるんですけど、でこれ本番もやってたのがすごい大事で、ちょっとこうね、練ります。なるほど、はい、なるほど。意外とこの放置しても中にこう染み込んでいかないんですよね、自然とは。はいはい、弾いちゃいますよね。あ、そうですそうです。でずっと残っちゃうんで、そこはあえて少しここ時間かけてもいいです。しっかりこのペーストをここで。すごいな、新たなる道具を作ってるんです、ね、そうです、作ります。すげえ。混ぜ込んで、はい、なるほど。大体30秒ぐらいでこれで、まあ、残り16分みたいな感じで。練りはしっかりやった方がいい。そうですね、まあ、取る量は少量ですよ、うん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 、で僕はつま先からいきます、塗るときは。一番顔になる艶がしっかり出てほしい部分なんで、うんうんうん、つま先から始めるようにしてますね。これはとにかく厚く乗っける、何を狙ってる感じなんですか。グラデーションとかもいろいろ多分次につながる仕込みをしなきゃいけないと思うんですけど、やっぱり基本的な考え方としてはたくさん乗せれた方がいいし、もちろんその綺麗になった方がいい、うんうんですけど、うん、なのでできる限り乗せられるだけ乗せるっていうのは今も意識はまずしてますね。ローの固形分をちゃんと入れるっていう。そうですね。あとは一番この作ったこのプライマーが一番緩いタイミングなんですよ。これ徐々に時間の経過ともに硬さが出てくるんですよ。でこの一番緩い状態の時に、うん、毛穴の中と端ですね。なるほど、凹と端を緩い時に埋めてってます。なるほど、はい、流動性が高いうちはあ、そうです、それができると。そうなんです。この時は一番それがこう楽にできるタイミングなので。なるほど、こう塗り絵でいうとこう端縁取りみたいな、端から端まで綺麗に埋めていく感じで、だからこういうところとか結構擦り込む感じでこの角とか、ああすごい、塗っていきます。なるほど。やっぱりこう手というか指のなるべくあんまりいかないところのこう、うん、縁とかはかなり丁寧に。やっていくイメージですね。なるほどなるほどなるほど、はい、そこ最後出てきちゃいますもんね。そうなんですね。コントラストが出てきちゃって光沢の、はい、粗がここでちゃんと仕込んでおかないと。そうです、すごい。ちょっとこう忘れてたみたいになると後から本当にそれがこう露呈してきてしまう、ね、うんうんうん、おすごい、ちゃんと底光りしてきてる。そうなんですよ。まず1周目はとにかく塗り込んでいく感じですね。これまだローの硬さ、プライマーの硬さ変わってないですか、このタレの。あ、まあ、そうです、まさに今同じことを自分でも感じてましたけど、まだ一緒だなって感じ。まだ一緒だったんですね、はい、面白い。本当にそうです、まだ一緒です。面白い。この辺はやっぱりあとよく普段の靴磨きから何回乗せたらいいんですかとか聞かれるんですけど、うんうん、正直もう指の感触でこのぐらいで膜になってるみたいなのがこうやっぱり感じるんで。ああ、もう感覚なんですね。そうですね。でやっぱり個体差があるので、うんうんうん、回数って左右でもばらつきは絶対出るんですよね。うんうんうん、なのでもう
入れた方がいいなって思うところにどんどん足してってる感じですね。あ、指の感覚、まあ、ゴール地点は指の感覚が頼りで、あ、そうですそうです。で、まあ、その部位によったりとか、まあ、個体差とかなんかそういうので毛穴の広さ、深さとかその、はい、違うから、まあ、そこは指の感覚頼りにこう必要量をこう埋めていくのをジャッジしていくって感じです、そうです。でちょっと、まあ、毛穴じゃないや、メダリオンの中にちょっと入っちゃったね。こういうのはまあ、ブラシで普通に取っちゃってください。これが、これで大体1回目。うーん。で、2回目ですね。あ、今の1回目なんですね。あ、そうです。同じところ何回もやってるんで、普通の人の1回目って、同じ場所を1回触ったとかだと思うんですけど、ちょっと言い方が。面白いですね。その概念がすげえ俺気になるんですけど。そうなんだ。でこう毛穴のザラザラが感じなくなるまでやっていく感じなんですよね。基準としては1回はそのなんか、ね、指先の感覚が変わるまでみたいな。そうですうーん、なるほど、面白い。本当の1回ではなく、そうですよね。それその、まあ、靴によってばらつきますもんね。そうなんですよ。一回やったら効くかって言ったらそうじゃないから。そうですね。変わったかどうかをなんかこう切れ目にするというか。あ、そうですそうです。で、まあ、何度か重ねて乗せていくとこう革のザラザラっとした感覚がなくなってって、ちょっと指先の感触が変わってくるんですよ。で今こうやって2回目塗ってる時に、もう何でしょう、革の上に乗せてるというより、さっき自分が塗ったワックスの上に乗せてる感触に変わってるんですね。2回目はそういう感じ。そうですね。あ、なるほど。もしここで革の目をどこかしらで感じるようなことがあれば、そこはちょっと足してあげたりとか。あ、なるほど。そこは気を使ってあげる。なるほど感じですね。おー、すげー仕込めてる。やっぱりこのやり方だとすごく伸びがいいので、多分プライマーを普通に使ったことある方だとこんな感じじゃないんだけどなって思うかもしれないですね。こうやってスルスル。なんならずっとこの緩さの方がやりやすいってこともないですか。途中でやっぱ硬くなってほしいんですか。あ、その方がいいですね。あ、いい光を出そうと思ったら、うん、30分ぐらいあればでも行くんで綺麗になるんで、やっぱ使い心地とかだったらそういうのもいいかもしれないですね。柔らかいプライマーがあったらめちゃめちゃ使いやすいと思います。あ、なるほど、はい、ソフト、プライマーソフト。プライマーソフトいいかもしれない。優しいパッケージにして。優しい色に。いや、なるほど。そうです。ちょっと。どうしてもメダリオンの靴なんで、この。悪さし。そうですね。この穴に入らないように。ここにこうペタッと直接塗れないんで、ちょっとこの真上が薄くなりがちなんで、ちょっとここを入念に。鼻の中からぐずついて固まらないですよね。そうですね。そこに入れちゃうと。ちょっと、多分大丈夫なんですけど、一応ちょっともう一回くらい乗せてね。もうまた変わってんすね、指先の感覚が。変わってます。もうだいぶ固まってきてて、あ、キュッ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 キュになるようになって、なるほど。でこれで大会だと、もうプライマーは僕の中では
もうおしまいなんです、ね、ここでおしまいです。なるほどなるほど、そうなんですよ。これ以上使うと固まらなくなってくる、うん、そうですよね、うんうんうん、まあ、特に20分っていう時間内だと、うんうんうん、乾かす時間があればもうちょっと乗せてもいいと思います。はい、なるほど。次はミラーグロス。ミラーグロスですね、うん、これはこうプライマーとの違いはこう何を狙ってるんですか。これは今もう力をあんまり入れずに、うん、このプライマーの表面にうっすらこう撫でるようにして撫でつけてるんですよ。細かい粒子のやつを隙間に突っ込んでより平滑度を上げるみたいな感じ。そうですね、こう上乗せしつつも、はい、もうすでにちょっと表面整えてる感じです。乗せつつも隙間埋めて、そうです、整えてる。やっぱりこうプライマーってすごく固まるのが早くて、うん、カチッとなるんですけど、うん、こう指の跡とかそういったこうボコボコっとしたまま固まるんですよね。それをみんなこう布を使って圧力をかけながら伸ばしていったりとかするんですけど、それがすごくちょっと時間ロスを僕は生むと思ってて、あえてこの多少溶剤の入ってるミラーグロスで、サフィールだとちょっと溶剤がなんていう、サフィールというか柔らかいワックスだとちょっと溶剤が多すぎて、プライマーでせっかく乗せた下地をちょっと落としちゃうんですよ。溶かしちゃって、そうですね、削っちゃうから乗せ力もあって、かつそうですそうです、乗せ力もあり、なおかつ表面をこうつるっと整えてくれる溶解力も、そうですそうです。なるほど、溶解力はなのでそういう意味だと少しでいいんですよね、ほんの少しで、あくまでまだしっかり乗せるフェーズでは、はい、すげえ乗ってますね、すげえ、はい、なるほど。だこの段階でもほぼほぼこう光ってくるんですよね、指だけでももう膜ができ始めてて、これ楽しいですね、この安心感すごいですね。あ、そう、あ、もうさすがこれ実はその安心感も同時にやっぱこう 大会で本番なんでちゃんとできてるかっていうののこれチェックにもなってるんですね。そうですよね、すごいな。一応そういう目的でもやってます僕も。大体2回ですね、ちゃんと2段階、まあ、指先の感覚が良くなってるっていう感じですね。指塗りは計4回、その指先の感覚が変わるの計4回、ね、4回ですね。これ4回やるのですごい時間勝負なんですよね、うん、本当ここだけは3回でも悪くはないんですけど、うんうん、やっぱり4回やった方がより強い光にはなるんで、うんうん、なんで4回、必ずプライマーを塗った後、下地で作った後に違うワックスは表面に乗せた方がいいとは思いますね。よいしょ。今ちょっと話しながらこっち両方やりましたね。2回ずつ。はい。じゃあ今ミラーグロスを2回乗せ終わったんで、うん、ここから指塗りが終わって、そうですね。いよいよネイルで。この工程はどういう意図というか狙いがあるんですか。はい、上に乗っけつつ。そうですね、乗っけはする感じなんですか。乗っけはします。ただ僕の普段もそうなんですけど、この磨きでやる場合はもう8割ぐらいは完成してるっていう、なるほど、イメージですね。ライオンさんにします。これ どっちでもこういいとかはそこまでないんですけど、違うやつを入れる方が、なるほど、はい、さっきおっしゃってた、そうですね、最初の1周目は優しく撫でるだけですね、うん、溶かさないように削らないように、そうですね、もう少しでも削らないように、へえ、
塗布するだけ。もうこれぐらいでもいいです。ああ、なるほどね。そこでやっぱ持ってっちゃうんですね、最初。そうです。ああ、すげえ。楽しいっすね、これは。でも結局これの味噌は、うん、僕もその自分で解説できないですけど、うん、やっぱ指でさっき作ってた乗せ方と、うん、なんだかいろんなところをこう指でこうやってちょこちょこちょこってやってたおかげでしかならないじゃないですか。ここはちょっと言語化できない感覚の部分になっちゃうんですけど。いやーすごいな、すごい仕込みだな、さっきの。そうですね、指がすごいっすね。綺麗に仕込めるとこうやってできてきます。やっぱこの表面1枚めくってつるっとなった状態で少し30秒とか放置してる、この間に乾いてくれてるんで、で2回目からは少し圧力を上げて、はいはいはい、平滑度は。そうですね、これも硬いの使ってる以上乗せ要素あるっすよ。ありますあります。乗せつつどちらかというとこう平滑度を上げていくことに、そうですね、注力していく、はい、なので乗せる意味合いで言うとちょっとこの完成が見えてきた時に、うん、少し足りないなって思う部分とかがより、うんうん、こう見えるようになるんで、僕はこうワックスを取って最初に触るところが弱いところです、うん、ああなるほど、はい、で出来上がってるところはその平滑度を上げていく目的で触ってるんで、なるほどなるほどなるほど、はい、なるほど。なんで乗せはこう最初のうちですね、はいはいはい、その僕の指の始まりのところがちょうど乗せようとしてる部分で、それがある程度終わった後にストロークがちょっと大きくなるんですけど、そのこあこれ今乗せポイントですね、こういうところちょっと、はいはい、あでこれがワックスが指からなくなったなってなるとストロークが大きくなってこうやって回せになるんですけど、これは平滑のタイミングですね。やばいですね。下がめちゃくちゃ強固に固まってますね、すでに。そうですね。あすごい、タレのタレが効いてる。タレが効いてます。でこれがだいたいその20分の練習をたくさんしてて、うん、ハイシャインプライマーを乗せ終わるのがだいたい残り9分とか、うんうんうん、まあ、長めにやったら8分ぐらいで、ああそんぐらいなんだ、なんですよ、うん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 、で実際このプライマーがちょうどこのクリーナーも揮発して乾いて一番硬くなってくるのに、僕が練習した限りの時間でいうと7分8分ぐらいかかるんですよ。え、塗ってから。そうです。結構かかるんですね。そうなんですよ、ちょっとやっぱりかかるんですよ、本当のベストになるには。練習してる時によくあったのが、わーちょっと理想通りいかなかったなってなって自分でこう見返して、でその間に 2,3 分とか経ってるじゃないですか、うんうんうん、でちょっと吹き直すとめっちゃ固まってるみたいな、うん、あもうちょっとそのプライマーが固まるタイミングと20分の終わりがずれてるんですよね。もう僕はこう断言してるんですけど、プライマーを使う時間は残り遅くても8分までですね。それ以降に使うと、もう悪さして、最後まで悪さしてきちゃう。あそうです、最後までちょっとだけまとまらないみたいな感じで制限時間の20分迎えちゃうんで、透明感の低下だったりとか。あそうですそうです。まあその平滑度にも下グラグラして悪さしてきちゃう。そうですそうです。焦っちゃってみんなこうプライマー光るからっていうので、ギリギリまで乗せようとしまして、僕も練習でそうやってやってたんで、そうすると意外と固まんないっていう。すごい嬉しいですね、ここまで理解されてると。そうなんですよ。そうです。あ、よかった。だ僕はなんか その感じですごい、まあもうほぼほぼ出てきてますね、うんやっぱり本当に鏡面が上手にうまくいった時ってこう自然と磨いてても
白曇りが起こらなくなってくる、はい、あんまこう圧縮してこう油抜きしてこう固めてみたいな、圧力で固めるみたいなのはそんなしないんですね。しないですね。それこそ指の背の最後のミラーグロスの2回も力抜いてやってますからね。なるほどなるほどなるほど。むしろ小道具の力を引き出すというか、うんうんうん、最初にペースト状態にして擦り込んでるんで、うんうんうん、まあ、それができない場合は力入れてやるみたいな、はい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 、多分そういう違いですね。あのタレで全てが変わってるんですよ。そう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 、すげえ条件が変わってる。タレすげえ、はい、面白いな。まあ、ここはちょっと仕上げ、見た目を、あとグラデもちょっと最後の部分つなげてみたいな、ね、はい、これも、まあ、ちょっと今日はこう解説しながら今は磨いてるんですけど、本番だと本当に、グラデーションもバチバチ指で全て完結させて、うんうん、あ、そうなんですね、はい、あの、実際は舞台かけてないです、すみません、本番は。なるほどなるほどなるほど、はい、なるほど、舞台をかけてグラデーションをつけなくてもいいぐらいになるようにこう、うん、理論値最大を、最大で最高っすね、それ舞台使ってないです、僕。面白い。確かちょっとうろ覚えですけど、決勝だけは皮がああいう皮だったんで使ったかもしれないですけど、はい、それ毛穴が広くて深かったからとか。そうですね、そうです。 あとちょっとツヤ感がこう出にくいというか、クリームとかワックスが沈む感じがやっぱこう経過とともに現れてるのが磨きながら分かったんで、うん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 、最後やっぱちょっとバンプの光がいつもより落ちてたんで。あ、じゃあヤギ使った感じですか。あ、そうです、豚毛入れてその後ヤギっていう、うん、余計なの取って。そうですね、あの時もすごい沈む皮っていうのはあの当然あったんで、指で乳化性のクリーム入れた後に、うん、ブラシでももう一回取って塗って2回乳化性やってるんですけど、それでも足りなかったぐらい、クリームはもうワックスが沈んじゃう皮で、あれはまあ本当に想定外でしたけど。沈むっていうのは上に一層できない感じの。あ、そうですそうです、うんうんうん、あの時間とともに中にこう吸収されていっちゃうみたいな感覚ですね。そうですね、グラグラしちゃうあの靴は。そうです。でそこの上に水とかを乗せちゃうとどうしてもあの曇っちゃうんで、水で早く固めようとすると。あ、そうですね、つながって。そうなんですよ、曇ったりブクが出たり。あ、そうです、ね、いや本当にハラ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 する靴です。すげえむずいですよ、はい、本当に最初水つけて触った時にそれが感じたんで、あって離しちゃったぐらいの感じでしたね。あ、これやばい、危ないと思って、うん、すげえ感覚が察知したんですよ。危ないってなりましたよ。そうっすよね。いやー面白いな、すごいな。で最後シルエですね、うっすらワックスをつけて、もう固まってるんで。すげえ固まってますね。撫でるだけでございます。すごい、僕結構 あ、はい、この硬いワックスでここまで平滑にするのすごいですねあんまみんな伸びすげえいいやつじゃないですもんね。そうですね、伸びは一般的に言ったらやっぱ伸びにくい方ですよね、うん、そうですね、全部伸びにくいです、うん、そうなんですよね。すごいな、ユンチ最大感がめっちゃ出てますすげえ、すごいですよね。なんか頭いいんだか悪いんだかみたいな、いやーやばいっすね、やり方ですけどね。全部出てる。もうここまで来るともうこのワックスの層の中に水分とかこうワックスの油分っていうのがだいぶなくなってるというか、うんうん、すげえなくなってクリアになってる。そうですね、透明感ですね、白濁りせず。
さすごくこう時間っていうのがやっぱり20分があるんで、うん、時間とともに載せたものがどう変化していくかとか、そこをすごくうまく乗りこなしながら磨いていく感じのスタイルだと思います。これはすごいな。もうタレ作ってからのなんか見えますもん、その研究してる風景が。ありがとうございます。タレの後結構やること多いっすよね。あ、そうですね、タレのひらめきの後の。そうですね、そうなんですよ。いやすごい。まあ二滴とかもやっぱ、その後どれぐらいで硬化して、そうですね、こうど上に乗っけた後どういう挙動になるのかみたいな。そうそうなんですよ。結構試さないと分かんない、ね、そうですそうです。最初はやっぱ入れすぎてましたからね。すごいな。はい、そしたらあっという間にこれですごい完成でございます。すごい。はい、はい、できました。やっぱ緊張しますね。うまくいってよかったです。いや、はい、もう全然もうミラーグロスの時点でめちゃめちゃ、あ、うん、もう間違いないなっていう感じになってたから。あ、そうですか。うん、よかったです。すごいな。はい、穴飾りがあってこのバチバチな光沢だから。そうですね。なかったらもっと簡単ですよね。もっと簡単です。はい。もっともっと全然できますね。すごい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。どうでした、僕一通り見て。一通り見て感想、いやすごい、まあ、道具をこれはちょっと俺が作った時に、はい、こうなったら嬉しいなっていうのがあって、あ、はい、自分がこう思い描いてる、うん、こうなんかこうギリギリ使える、うん、これだったらギリギリ使いこなせるみたいなのをこう思い描いて、なんか脳筋ワックスを作ったんですけど、はい、その使いこなしをさらに超えてくる人が出てきたら嬉しいなっていうのを思って。いや、それはでもなんか良かったですね。そのギリギリっていう思考がたまたま一緒で、うん、性格的に同じじゃないですか。そうですね、それで組んでいくみたいな、はい、そうですね、俺もそのワックスの設計が、うん、まあ、そういったところで、はい、まあタレを編み出している時点でギリギリ使えないワックスなのかもしれないなと思うんですけど。そういうことですよね。そう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 、はい、まあ、ただこの時間の中でよりこう、はいはい、なんかこう早くこう仕上げるってなった時に、うん、なんかここまで考え抜いてなんかこう使いこなしてくれる人がいるっていうのが、うね、うん、とにかくなんかこう、まあ、この距離で見てこの工程を見てるとすごい、はい、どう聞いてるかが分かるんで、あ、プライマーが、はい、すげえ嬉しかったっていう、なんか嬉しいっていう感じです。すごいすごいのはもうすごいですけど、うん、でもそうですね。なんか今言われてはかりだいさんから思いましたけど、結構やっぱ、まあ、正直この辺のクリームとかを開発者の意図までどこまで考えてやってるかって言ったらすごいまだ少ないかもしれないですけど、でもこうやっぱポテンシャルを引き出すみたいなのはやっぱすごく意識するんで、うん、あ、すごい、はい、こんなポテンシャルあったんだみたいな感じですよ。ありました、ありましたありましたありました。すごい、いやすごいな。もう全部が多分このプライマーに限らず、うん、全部ポテンシャルを多分最大限生かしてこう使われてる感じがしたんで、すごい感動しましたね。ありがとうございます。いや、なんかぜひ日本チャンピオンのこの磨きを参考に磨いてみてください、はい、少しでも参考になればと思います。